トワイライトエキスプレスなくなっちゃうの？今から10年前のことですが、娘が小学校を卒業するということで、記念の家族旅行を札幌雪まつりや極寒の冬の流氷を体験するということで、北海道を行き先に決めました。行きは飛行機だったのですが、トワイライトエキスプレスを帰りの行程に無理やり組み入れました。本当は我が家では娘より私がこの列車に一番乗りたかったので、娘を出しに使ったのかもしれませんね。当時娘以上に札幌から大阪までの約1500キロ、22時間の旅にワクワクしていたのは、実のところこの私でした。当時の映像を思い出に、残された日々のトワイライトに最後のエールを送りたいと思います。予算の関係で2人用個室スイートは当然無理で、我々が乗るのは B コンパートでした。車内にはサロンカー、サロンデュノールがあり、こちらは特別料金不要のフリースペース。娘のお気に入りの場所で、長旅ですがここでかなりの時間をゆったりと過ごすことができます。またこのサロンデュノールからの美しい北の大地の車窓風景はやはり格別で最高でした。汽笛の響きもいいですね。車内では常時クラシック音楽が流れ、こちらで食べるトワイライトエキスプレス専用の日本海懐石御膳を食べるなど、最高の時間を過ごせていい思い出となったなと思いました。車内のシャワールームで汗を流して青函トンネル通過に備えることにしました。しっかり辺りが暗くなった五稜郭、函館を過ぎていよいよ列車は青函トンネルへ向かいます。娘はサロンデュノールでアニメの VTR をほぼ貸し切り状態で楽しんでいました。青函トンネルが近づくと、サロンデュノールではJR 北海道の車掌さんによるにわかの青函トンネル講座が始まりました。次に入りますトンネルが青函トンネルになります。ただいま青函トンネルに入りました。青いライトをご覧になっていただけましたでしょうか。でこちらただいま青函トンネルの中を走行しております。残念ながら窓の方から景色はご覧になることができません。よく言われますのがお魚が見えないなと言われるんですけども、海のさらに下の部分を
走行してまいります。全長が 53.85km ございます。この長さは大阪の方で言いますと大阪から西大津までと大体同じぐらいの距離になります。速度の方が少し遅くなってきました。今日の検査は皆さんのために快適の方を旅行してくださるそうですので、どうぞごゆっくりご覧ください。はい、こちら吉岡快適になります。こちらの方が見やすいですかね。幅が80センチ、長さ500センチ。いずれにしても青函トンネルは世界一長い海底トンネルであることが分かりました。私はトンネル通過後 B コンパートに戻り、翌朝新潟直江津駅くらいまで飲んだお酒の影響もありぐっすりと寝てしまいました。でも真っ先に起きてきたのは娘でした。家と違って列車の中は眠れなかったか、寝るのがもったいないと感じたのかもしれませんがね。そうこうしているうちに列車は早くも新潟県から富山県へ進行してきました。朝食は豪華な食堂車ダイナープレアですで、セレブな気分でいただくことができました。ゆったりとした朝食が終わる頃には列車は富山県から石川県へさらに進んでいきました。時間を忘れるとはまさにこのようなことかもしれませんね。福井県最後の停車駅敦賀では機関車を敦賀運転所所属のトワイライトカラーの EF81 型電気機関車に付け替えることになりました。敦賀からは北陸本線の南昇をループ線で越え、列車は滋賀県に入り、湖西線を琵琶湖や伊吹山、平連山などを車窓に臨みながら京都駅へと向かいます。京都駅の到着直前には札幌行きのトワイライトエキスプレスとすれ違うことになりました。京都から先はいつもの新快速電車で見慣れた風景が車窓に広がり、ほどなく終着駅大阪駅にお昼過ぎに到着し、22時間に及ぶ北海道からの帰りの旅が終わりました。この一緒に旅をした娘、今は21歳になり、本当にいい思い出になる旅となりました。トワイライトエキスプレスにもあと少し、多くの人々の夢を乗せてさらに頑張ってほしいですね。